ブルーミンデイズ、日々これ良き日。昨年の暮れから私の新たなライフワークとして加わった銭形平次ウォッチですけれども、先週の金曜日やっと第10話までたどり着きまして、眠い目をこすりながらなんとか最後まで見たんですけれどもね、今回は笠置シヅ子さんが出ておりまして、長屋に住むおばさんという役でしたが、かつては武器の女王と呼ばれた有名どころ、私の世代ですとカネヨンの CM の方という印象ですけれども、面倒見はいいんだろうけれども敵にはしたくないなという感じの、まあそういうおばさんの役でしたけれどもね、投げ銭の数はですね、合計で多分4枚くらいだったと思います。子供の頃に見ていた銭形平次はそんなにポンポン銭は投げていなかったように思うんですけれども、まあ、大概はね、まあ、1回か2回ぐらいしか投げてなかったような気がするんですけれどもね、初期の頃はまだ腕が未熟だったんですかね。ここまで見た9回毎回結構な数を投げていまして、今回は4枚ですけれどもかなり少ない方ですね。この YouTube の東映時代劇チャンネルですけれども、毎週金曜日に1話ずつ公開されるんですけれどもね、公開されるそばから古いのは削除されるような、まあそんな仕組みになってるようでですね、後でまとめて見るっていうわけにいかないんですよね。毎週見る必要があるというか。で、49分くらいなんですけれどもね、お酒とかね、飲みながら見ていると、ちょっと物足りなくてね。それで最近はその後 Amazon プライムにあるよろずや金之助さんの破れ傘当主悪人斬りっていうのがあるんですけれども、それを見てるんですよ。千住あたりの外れにある随行院というボロ寺に住んでいるお医者さんのお話なんですけれども、このお医者さんというのがよろずや金之助さん扮する加納当主という方なんですけれどもね、義理人情に厚く貧しい者からはお金は取らないよっていうね、そういうお医者さんがですね、悪人たちを成敗するっていうような、まあ、ざっくり言うとそういうようなお話なんですけれども、なかなかクレイジーな内容でですね、まあ毎回権力者らによってこの、理不尽な理由でね、まあこの貧しい人たちというか、弱い人たちが惨殺されちゃうんですけれどもね、この加納当主先生は医術だけじゃなくてですね、剣術の達人でもありまして、大名屋敷であろうが、武行の屋敷であろうがですね、ところを構わずこの土足で上がり込んで、てめえら人間じゃねえ、叩き切ってやるって言ってね、主要関係者のすべてを刀で切り殺すっていうね、まあ大体このパターンなんですけれどもね、毎回ね、こんなことやっちゃって後でお咎めとかないのかなってね、心配してるんですけれどもね、今ちょうど30話くらいまで見ましたけれどもね、まあ今のところそういうような問題っていうのは起きてはいないんですよね。私もいつかね、この怒りに打ち震えた時にですね、てめえら人間じゃねえ、叩き切ってやるっていうセリフを使ってやろうと思っているんですけれどもね、まあね、なかなか扱う機会がないんですよね。皆さんこんばんは。時刻は午後10時を回っています。 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジからブルーミングデイズプラス日々これよき日、この後午後11時までお送りいたします。この時間のお相手は倉島桃子さんが入院中ということで、ディレクター小出がお送りいたします。先ほどお話しした破れ傘当主悪人狩りなんですけれどもね、この当主先生はね、名医で特に外科っていうんですかね、手術とかを結構されてるんですよ、このドラマの中ではね。で、ただですね、せっかくですね、このオペをして治ったにもかかわらず、その人が切り殺されちゃうんですよ、ほとんどの場合が。これはね、どうにかなんないかなってね、今更ですけれども私なんか思うんですけれどもね。あとですね、まあこれ昔だからしょうがないのかもしれないんですけれどもね、同じ役者さんがね、まあ、使い回しっていうわけじゃないんでしょうけれども、そういえばこれ前回、
浪人役で出てたなっていうような人がですね、次はなんか同心の役になってたりとかですね、結構そういうようなことがあって、同じ人がですね、ちょいちょいよく出てきたりして、そんなところにまで目が届くようになったのかと思ってですね、我ながらちょっと考えにふけってはいるんですけれどもね。さて、入院中だった倉島桃子さんですが、昨日1月31日に無事退院されたという連絡をいただいております。来週からというわけにはいかないんですけれどもね、再来週2月15日あたりには復帰できそうな感じですかね。入院中ね、米どころご出身ということで、病院で出てくるご飯が口に合わないとこぼしていましたんで、昨晩あたりは郡山の朝霞米を食べてね、舌包みを打ったんではないかなと思いますけれどもね。病院というとね、まあどちらかというとさっぱりした病院食がメインですから、私もかつて入院していた時にはもうジャンクなものに飢えていてですね、退院したその足でもう焼肉を食べに行ったりしたもんですけれどもね、焼肉でも食べてゆっくりしてくださいと、まあ、倉島さんにお返事したところですね、今晩は魚の予定と言っていまして、あの家族はどんだけヘルシーなんだって思いましたけれどもね。This program is presented by Neo Japan Style 79.1 Coco FM。ブルーミングデイズプラス日々これよき日、毎週火曜日夜10時からの1時間、郡山生まれ郡山育ちの倉島と、埼玉生まれ埼玉育ちのディレクター小出が、東京と埼玉の隙間から和やかに放送中。たまにね、飼い猫のドリ君も出ます。なんか言って。わ
ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今週も倉島さんがお休みということで、私ディレクターの小出がお送りしています。今から313年前の今日、ロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークが太平洋の無人島で発見されました。ロビンソン・クルーソーのお話って皆さん覚えてます？無人島に漂着した船乗りロビンソン・クルーソーが28年間無人島で暮らすというようなお話でしたけれどもね。で、このお話のモデルではないかと言われているのが、今日ご紹介するアレキサンダー・セルカークという方なんですね。1703年、アレキサンダー・セルカークは28歳でシンクポーツ号の船長トーマス・ストラドリングの下で航海長となるんですが、翌年の10月、この船が食料と水を補給するためファンフェルナンデス諸島の無人島に停泊します。ここでセルカークは船の耐久性に強い懸念を抱きまして、船員仲間数名に別の船が来ることを期待して島に残ることを提案したんですね。しかし誰一人としてこのセルカークに賛同する者はおらず、いろんな揉め事に嫌気がさした船長がですね、じゃあね、そなたの望みを叶えてやろうということで、セルカーク一人だけを島に残してこの船を出発してしまったんですね。置いてけぼりってやつですね。後悔したセルカークはシンクポーツ号を追いかけ呼びかけましたが、時すでに遅し、セルカークはこの日から4年4ヶ月にわたりファンフェルナンデス諸島で孤独に暮らすことになりました。ただですね、この時セルカークの指摘した船の耐久性なんですけれども、まんざら嘘だったわけではなくてですね、この後しばらくしてこの船は沈没してしまうんですね。乗組員の半数以上は沈んだ船もろとも亡くなったということですから、どっちが良かったかっていう話ではあるんですけれどもね。島に取り残されたセルカークですが、彼が持っていたのは銃、火薬、大工道具、ナイフ、聖書、それに衣類だけ。いつ助けに来るかもわからない無人島で彼は無事に生活することができたのでしょうか。Do you remember the long drives all by ourselves? Never need no one else. Do you remember the sweet talk? The way we used to fight about the same old shit.Always so full of vain. Cause I miss the days when we were alive. And I miss the way your hand fits in mine. We used to burn like forest fire. Our faces made.For each other's eyes We were alive Where did we go to die? Cause I miss my forest fire You told me this was real love You said you never give up on Think about
At least that's how it seemed in my eyes. And maybe I was just another guy, but you were more. これ良き日。今週も倉島さんがお休みということで、私ディレクターの小出がお送りしています。今日はロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークについてお送りしています。島に一人置いてけぼりにされた彼ですが、山の方からは何やら奇妙な音が聞こえる、猛獣でもいるのではなかろうかということで、怖くて山の方には行けず、とりあえず彼は海岸で暮らすことにしたんですね。小さな洞窟に住んで伊勢エビや貝を食べながら救助の船を求めて毎日海を眺めますが、そう簡単に船など来るはずもなく、深い孤独感や憂鬱、そして後悔の念に苛まれるばかりでした。まあそうでしょうね。しばらくすると交尾期の訪れた騒がしいアシカたちが海岸に群がるようになったため、彼は仕方なく島の内陸部へと追いやられました。何やら奇妙な音がすると怖がって山には近づかなかった彼ですが、いざ海岸を離れてみると、新たな食料源を見つけたことで、彼の生活はかなり快適になりました。一つは彼の前に訪れた水夫たちによって持ち込まれた野生化したヤギの群れ。ヤギは食肉になり、その乳も食料となりました。また野生のカブ、キャベツ、胡椒の実が彼の食事に彩りを添えます。しかしヤギ同様、外部から持ち込まれたネズミは夜になるとセルカークをかじりに来るため、ゆっくり眠ることができません。がここで偶然にも野生化した猫を発見。彼は飼いならして一緒に暮らすことで熟睡することができるようになりました。野生化した猫っていうのは、前に来てたこの水夫の人たちが持ち込んだっていうことなんですかね。日本もね、ネズミからお経を守るために猫を飼い始めたっていう歴史がありますからね。まあどこの国でも同じなんでしょうけれどもね。ただこういう状況でね、猫を見つけたからって言ってね、飼いならしてちょっとネズミを追っ払ってやろうなんていうふうにはね、なかなか、考えつかないような気がしますけれどもね。まあでも熟睡できるようになってよかったですよ。I hope you don't mind if I say that I love you, 'cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another I do, 'cause you know I do, 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 I do, 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 I do. I hope you can hear every note
that my heart sings. Like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, 'neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after. Written in stars, red above where we are. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another I do. 'Cause you know I do, 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 I do. これ良き日。今週も倉島さんがお休みということで、私ディレクターの小出がお送りしています。今日はロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークについてお送りしています。先ほどはね、夜ネズミがかじりに来て眠れないっていうことでね、野生化した猫を飼いならして夜眠れるようになったこのセルカークですけれどもね、その後どうなったんですかね。セルカークはビーチに残された樽のフープから新しいナイフを作り、持っていた大工道具を巧みに使いこなし、ピメントの木から小屋を2つ作って、マスケット銃を使いヤギを狩り、ナイフでさばいて食べる生活を送るようになりました。しかし火薬が残り少なくなってくると、そう簡単に銃を使ってはいられないということで、走って獲物を追いかけ、落とし穴に落として獲物を取るようになります。その結果、自らも崖から転落して意識不明になるなどの重傷を負うこともありましたが、なんとか一命だけは取り留めることができました。これはだから落とし穴というよりも、崖から落として、それで捕まえるっていうことなんですかね、これね。衣服が擦り切れると、セルカークは釘でヤギ皮を縫って新たに衣服を作りました。川なめし職人だった彼の父から幼少の頃に教え込まれた技術が、この無人島で大いに役立ちました。そうだね、足の裏はすっかり硬くなり、靴が壊れても新たな靴は必要ありませんでした。彼は自分の感情を良い状態に保ち、英語を忘れずにいる上で有益だと思い、しばしば聖書を拾い読みしたそうです。彼が島に滞在している間、2隻の船が停泊するようになりました。セルカークにとって残念なことに、どちらもスペイン人でした。スコットランド人で海賊だった彼は、捕らえられればただでは済まないと思い、ひっそりと身を隠しました。1709年2月2日、資料船リューク号によって彼は救助され、4年4ヶ月にわたる無人島生活は幕を下ろしました。よかったですね。まあとりあえず4年4ヶ月っていう期間で済んでね、これがね10年20年っていう風にね、それこそロビンソン・クルーソーぐらいのね、長い期間ということになっちゃうとね、なかなかこの横井庄一さん的な話になっちゃいますからね。
it's funny. Disappear, honey. When will you come me or call me? Cause I have for you a crazy surprise. Oh, you have something, something in your eyes of power. And I can't deny I love it. There are no limits for us, so we're gonna be starting out. ブルーミンデイズ、日々これ良き日。今週も倉島さんがお休みということで、私ディレクターの小出がお送りしています。今日はロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークについてお送りしています。このアレキサンダー・セルカーク、無事に無人島生活は幕を下ろしたんですけれどもね、この体験談がですね、救助した船の船長ロジャーズの航海記で紹介されまして、それをロンドンのジャーナリストリチャード・スティールが1713年に新聞で紹介したんですね。この話からヒントを得たダニエル・デュフォーがロビンソン・クルーソーの物語として1719年に初版を出したと言われています。ただですね、イギリス・ロンドン大学キングス・カレッジの海軍史の教授、ロビンソン・クルーソーを研究するアンドリュー・ランバート氏は、実在のある人物をモデルにしたと考えるのは誤った前提。クルーソーの物語は様々な海賊のサバイバル物語を複雑に組み合わせたものだと述べていますと。またアメリカオーバーン大学の英語学者でダニエル・デフォーの研究者でもあるポーラ・バックシャイダー氏は、セルカークがクルーソーの主要のモデルだなんてことは決してありません。トップ5にも入らないでしょうと話していますということですね。バックシャイダー氏によれば、航海中に遭難した人や孤島に置き去りにされた人のサバイバル物語は他にもいくらでもあり、こうした物語の主人公の中には島の先住民たちと交流したり商売をしたりして過ごした人もいました。
セルカークの無人島での生活よりこうした物語の方がロビンソン・クルーソーの物語と共通する点が多いんです。例えばロバート・ノックスという人物を見てみますと、ノックスは現在のスリランカ・セイロンで遭難し捕虜となって20年間を過ごしました。彼はトウモロコシの商売やウールの帽子も製造していました。しかもデフォーは彼と面識があったんです。デフォーが多くの人から影響を受けたことを示唆する話は他にもあります。デフォーにとってセルカークの物語はいくつものサバイバル物語の一つに過ぎなかったのだろう。それなのにセルカークこそがクルーソーの唯一のモデルだと考えられていることにデフォー研究者たちは呆れていると言います。バックシャイダー氏によればセルカークの話を聞くたび研究者たちはクスクス笑っていますと言います。そうなんですね。Those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something.倉島桃子です。ディレクター小出です。ブルーミングデイズプラス日々これよき日、毎週火曜日夜10時からの1時間、知らなくても困らないけど知っているとちょっと嬉しい、そんなお話を素敵な音楽とともにお送りしています。つまらなくはないですが、かといって面白いわけでもありません。ブルーミングデイズ日々これよき日。
今週も倉島さんがお休みということで、私ディレクターの小出がお送りしています。今日はロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークについてお送りしています。アレキサンダー・セルカークが4年4ヶ月を過ごした島なんですが、ファン・フェルナンデス諸島のマサティエラ島という名前の島だったんですけれども、彼がどうやらモデルらしいということで、彼の死後257年経った1966年にですね、ロビンソン・クルーソー島と名前が改名されたんですね。で、まあ同時にですね、ついでっていうことでもないんでしょうけれども、そのお隣にある島もですね、アレハンドロ・セルカーク島と、改名されています。この島についてはね、セルカークの名前がついてはいますけれども、一度も行ったこともないですし、おそらく目にしたことすらなかった島らしいんですけれどもね、このロビンソン・クルーソーの知名度に便乗してなんでしょうけれどもね、そのように名前が変わっていますね。セルカークがいた時には無人島だったこのロビンソン・クルーソー島ですけれども、現在は900人ほどの人が住んでいまして、島の南西部にはロビンソン・クルーソー空港もあるようですね。で、このロビンソン・クルーソー島ですけれども、今年の3月1日から4月の10日の全41日間、レノボジャパン合同会社がテレワークをしながら社会貢献活動にも取り組むワークフォーヒューマンカインドプロジェクトを行うというような発表がありました。これはシェアハウス形式の宿泊施設で生活しながら勤務先の業務を遂行するテレワークに取り組んでですね、かつ島に最先端のテクノロジーハブを構築するという週20時間の社会貢献活動を行うっていうものなんですけれども、島までの往復の航空券と宿泊費はレノボジャパンが出してくれるそうですよ。残念ながらね、もう今年の分の募集は締め切ってしまったようなんですけれども、もしかしたら来年もあるかもしれませんので、興味のある方はね、ぜひ今のうちからいろいろと準備をされればよろしいかと思います。Hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe, better get away. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many ongoing. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's five, into it, we left the six, can't remember anything, but I know we got lit, 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 lit. Good times, live in the moment, feel like summertime. Obsessive nation, not a world mind. The room is spinning, but I feel fine. Oh my, oh my. Chandelier, limousines, really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top gold. Fill up my cup with the pot, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa. Really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one, too many, I'm going. Two, too crazy, and I got three, bad ones, and they ready. Four, a good time, so now it's five, into it, we left the six, can't remember anything, but I know we got lit.
Days 日々これ良き日。今日はロビンソン・クルーソーのモデルと言われているスコットランド人船員のアレキサンダー・セルカークについてお送りいたしました。私もですね、キャンプとかね、そういったものは好きではあるんですけれどもね、この無人島でね、そのいつ助けに来るか分かんないっていう状態の中でね、過ごすっていうのと、キャンプっていうのはもうこれはもう全然違う話ですからね。火を起こすとかね、テント張るとか、その程度の知識ぐらいはあったとしてもですね、なかなかね、いつ助けが来るか分かんないっていう状態になるとね、気も滅入るしね、ましてやなんかこの一日何やっていいか分かんないっていうね、もうそういうような状態になっちゃうんじゃないかなと思って、きっと私なんか無人といってももうちょっと無理かなと思ったりはしてるんですけれどもね。倉島さんがね、昨日無事に退院をして、来週、再来週ぐらいからですね、ラジオの方にも復帰をするっていうことなんですけれどもね、まだですね、杖なしで歩けるっていうわけではなくて、杖をつきながら移動をされるっていうことらしいんですけれどもね、危ないからやめた方がいいんじゃないかっていうようなお話をしたんですけれどもね、痛みとかっていうのがまだあるんですかね。くっついてないからね、負荷がかかれば痛いのかもしれませんけれどもね、なんとかね、このラジオの方にも無事に復帰できればいいなと思ってはいますけれどもね。さて、今日の放送内容やお送りした曲のプレイリスト、放送後期など番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたしますので、皆さんの聞きたい時間にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います。それでは今日はここまでのお相手はディレクターの小出でした。皆様とはまた来週お耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はこの辺で、おやすみなさい。ブルーミンデイズ日々これ良き日。